よいしょ、よいしょ、すごい始まりました。すごい。どうすか、僕の番組です。初めてですね。はい、初めてですわ。今楽しみにしてます。生中継です。生中継ですか。はい、リアルタイムで今。いや、ね、誰っていう。あ、早速ね、まあ、そうなりますね、もちろん。はい、今あの僕の隣にいるね、このあの2人はあのちょっとフレッシュ感満載のこの若手新人さんです。イエイイエイ。じゃあの左から。あ、僕から、うん、あの4日前ぐらいに入ったあのアムロって言います。よろしくお願いします。よいしょ。真ん中。いや、僕は2ヶ月前から入った秋月トーマって言います。お願いします。よいしょ。グレイグレイグレイ。なんじゃ。いや、そんなもん。あ、すごい、もうよいしょとか言ってくれ。あ、もう何歳入ってきてる。えた何歳。はい、何歳。いや、逆に何歳だと思います。あ、俺もそれ気になります。まあね、何歳に見えるかってちょっとそれ聞きたいよね。アムロ行きます。これ本名なんで。アムロは20歳。20歳。すごいな。その質問であるよ。間違いない。まあね、あのよくある質問だからね。間違いない。25。惜しい。惜しい。24です。間23じゃなくて24。うん、間いったね。アムロか。24、ね、24です。あれ、トーマは。僕は22ですね。22。若い。なんだこの若さは。いやこの若さは何なんだ。そう、本当にね、まあ、あのここ最近ね、ちょっとあの俺が一人出てるのがちょいちょいあったから、あのちょっとリスナーさんにはね、すいませんみたいな感じだったの。おっさんが失礼しますね。おっさんが失礼しますみたいな感じで、まあやってますけど、うちね、当店ラブはね、今月からのリニューアルオープンしまして、もう続々あの若手が入ってきてます。で、アムロに関しては俺2年前に俺面接してて。そうなんですよ。そう、2年前に一度お会いしてて、でしかもになんかあの面接したの俺だし、ね、俺なのに、あのあまりにもちょっと風貌変わってたから、もう俺全然忘れてて。いや、もうそう、でも喋ってたら思い出して、ああねみたいな。そうなんですよ。そう、本当にもう。店長さんいくつ。店長さん。店長いくつ。全然いないけど、店長。いないけど。いない人いっちゃうんすか。なんだったらさっき帰ったわ。店長、あいついくつだろう、確か。ね、25万年ぐらい前。確かに、これあいつって言ったらバレたらまず、飛ばされるわ。たぶん。見られてるか、見られてる。見られたらぶっ飛ばされる。後で全力で謝るから。うん、あんまり煽られ、まあ、とりあえずそれがバレてたら、まあ、気づいてないふりして、あの給料日になったらびっくりみたいな。マジそうっすね。店長48なの。あ、48だったんだ、あの人。あいつ、なるほどね。サウザーさんいくつ。店長26。あ、知ってるね。僕ですか。結構僕はあの今年で31になります。あ、はい、今年30です。あ、今年31です。いや、もう一つ持った。変わらんわ。30も31も約一回りぐらい違うんですね。本当っすよね。ちょっと困る。え、な困る。そう、本当おじいんなの。おっさん、まあごめんね、もう何言われてもおっさんなの、じじいなのって言われても、もう慣れた。そんなに慣れたんですか。そう、なんか30になる前とかにおっさんとかじじいとかって言われたらちょっと傷ついてたの。心なしかね。あ、そうなんすか。そう、心なしか傷ついてたんだけど、でもなんか30の誕生日が終わって、自分であのタイムライン見てるか分かると思うけど、あのもう20代の帝は死にましたっていうあの タイムラインを書いたの。あー、はい、見てます見てます。もうそれをやった瞬間に、あ、うん、オッケー、俺は30だと。ちゃんと自覚したの。自覚した。そこで、そう、ちゃんと、あ、もう俺はもう若くないんだぞと。そうっていうのあるんだけど、でもアムロなんか若いって言ってくれるじゃん。いや、全然見えないっす、マジで。俺だって最初入店当初ミカドさん24ぐらいと思ってた。マジで。お前ちょっと飲んでる。それも言い過ぎだろう。確実にそれだけは。うん、ほら、もうそれは言い過ぎだなって。あー、ごめんなさい。そう、お前、俺が24って、お前どう見つくろっても27、8やろ。確かに、そうっすね、27、8ぐらいですかね。そう、
27、28ぐらいがちょうどいいかなって思ったけど、もう俺はあの思った、あの今俺誕生日公開してないんだけど、もう誕生日も公開しようかなと思って。ああ出た、そうこれを機にもういいやと思って誕生日いつなんですか？俺9月9月、もう全然先なんだけど。全然先っすね。そうなんだ、もうなんかバースデーの告知か全然違うんすね。全然先なんだ。なるほど、全然関係ねえんだ。わかんない、これを見てる女の子で、もしあのうちに来たことがなくて俺を指名しようと思ってた女の子がお金を貯めてくるかもしれない。あ出た、そういうことっすかね。 1% ぐらい。なるほど。ちなみに僕2月なんで。あ、2月ね。あ、もうすぐじゃん。そうなんですよ。まあそれはあのただ単に2月売り上げ上げたいだけです本当は7月です、本当は。一番早い。本当は7月です。あれトーマは13月ぐらい。13月。俺12月じゃないですか。13月。俺人じゃないみたいな言い方するのやめてください。何月？僕は ID に書いてある通り4月の17っすね、うん、あ、これ誕生日なんだ。そうなんですよ。あ、俺もあれ誕生日なんだけどさ、秋なんか冬なのか分かんないのに4月。あーなるほどね、はい、え、秋と冬どっち？僕は冬の方が好きなんですけどね。あーなるほどね、はい、分かる。俺もね年齢関係ないよそれね。あの年齢関係ないと言われるじゃん。俺さ最近あの初回ついてと思ったの、あの、あ、ついててとか使わせてもらってると思ったの。いやお兄さん30なんですね、見えないって。でも私は年上の人が好きなんですよねっていう人に限って大体若い人を送りに。ああ、なる傾向があるある、本当にあるので、俺はもうちゃうよ。ちょっとね、あの、ちょっとしょげてます。ずっとずっとしょげてます。あるあるっすね。あるある、 あるある。なんか、お兄さんすごいタイプとか言ってるくせに、結局、送りは違うみたいな。そうそうそうだからその時、多分見た目はタイプなのかもしれないよ。見た目はタイプなのかもしれないけど、多分喋ってる内容がクソだったんだろうなと思ったの、自分でね。そう、ちょっとあの確かにそうかもしれないですね。そうちょっと反省した。あ、俺オープニング行ってんねや。まだオープニング行きますかね。ちょっとね、じゃああのラブのひじりみかどのひかぬこびぬかえるみね開戦。行きまーす。はい、はい、あの今ねコメント見返しててね、あの29歳って感じだなって言われた時に、うん、あの29も30も変わらん変わらんから。確かに。あ、サラダさん髪染めた。染めましたよ昨日の夜。夜言ってましたね、染めるって。あのちょっと染めました。あの染めてる時俺覚えてません。記憶ないっすか？そう、あのもう部屋目、あの部屋目の途中に染めてるから。おお。そうそう。マジっすか？時間がなさすぎて。ああ。やっぱ代表になってくると時間がなくなってくるんですかね。ちょっと寝たいだけです。寝ればいい。じゃあ最近なんか年もうこれね、ごめんね、若い二人には多分まだ分かんないと思うんだけど、朝がマジで起きれないの。朝起きれないし、なかなか寝れないし。ね、でも一番しっかりしてそうですけどね、うん、俺がそういう、なんか人間的な、なんかマジで、うん、後でちょっとご飯行こうか。超簡単でよかった超簡単で。いや、俺もひょっこりついても褒めといてよかった。褒めればいいってことだね、大丈夫は。そう、もう味方ちょろい。もう味方ちょろいからやめろ、僕の声漏れてる。店長とかやってるのさげです。やばい、大丈夫、偉そうだなお前。あの笑顔でぶってますな一番怖いやつ。一番怖い、一番怖いやつ。なんかね、俺最近ね、なんかあの潰れる、終わった後ちょっとびっくりするね、自分でも。結構あれなんですか、営業中だって。でも結構飲んでますもんね、なんだかんだ。まあね、まあまあね。なんかもう営業終わりすごいきつそうな代表を。生放送だから。忘れ
れで稼いでね、うん、トイレに駆け込んでること言わないから、うん、言っとる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 よ終わった時は便器抱えてるわやばいかな、うん、すごいですね、もう本当にね、あのこれね、トマトジュースを飲んだ時にさ、酔っ払ってる時に吐くと血吐いたと勘違いしたの。あ、でもよくよく考えたら、あ、俺トマトジュース飲んだよなと思って、あのちょっとあのそこで目覚めるんだけど、一回一回目覚めるの。え、でも、うん、あ、まあまあそれは分かるかもしれない。でも吐いてちょっと気持ちよくなってるから、この後もう一回飲みに行こうかなと思うんだけど、もういけないいけない。そう、昔の俺だったら言ってたかもしれない。うーん、あ、新人2人は酒強いの、強いよこの2人は、強いよ強いよ、あのテキーラビンタできるから。本当にそれだけは嘘それだけは盛りすぎ、それだけは強い強いけど、それだけはできるだってできなさそうでしょ俺の顔俺もそうでしょ、いやいや強そうでしょ、それだけは嘘、本当にそれだけはマジで。じゃあ飲み比べ今度は。あ、出た、グイグイ。だってもう相当新人会と歓迎会をね、兼ね備えたやつをやるから、まあ、とりあえず飲み放題にしとくからさ。いや本当新年会ビール飲み、まあ、ビール飲みチェサーなし、水もない、ないね、チェサーはあれだから、あの別料金かかっちゃう。別料金なんか俺らだけ高いみたいな料金じゃでもなんだかんだ男の飲み方ってえぐいよ、うん、えぐいよ。てかお腹すいたらやばい、食べなさい、食べれるでしょ、見てるんだよ、ご飯食べ食べながら視聴できるから。確かにお腹は減るよこの時間はね。特にこの時間はね。アムロさんはアムロナミエが好きなんですか。本名なんですよ。そう、これ本名なんですよ。すいませんが、アムロ君。親が痛くて。あのアムロナミエの方じゃなくてレイの方なんですよね。アムロレイの方ね。本名がリアルでアムロなんですよ。え、じゃああの苗字レイにする。いや。決してそれだけはしたくない。あそこはしたくないんだ。あのアムロなんですけど、ガンダムオタク、親がガンダムオタクで、俺ガンダム全然知らないですね。でもさ、それ子供だってちょっと辛いよね。いやもう俺マジで、うん、こいつマジかって生まれた時思いますよ、ね、でもなんか生まれた時思った、はい、この仕事してると使えるよね。いや結構はい、うん、なアムロって何なんだって。そう、ね、ガンダム、ガンダムアムロちょっと多分変換間違ったんだ生まれてすぐ、まあ、それ嘘なんだけど、まあ結構そうなんだよね、うん、俺の親結構痛くて、ね、本当にで、トーマもあれね、あと本名、あれあれ本名じゃない、本名じゃないですね、全く本名じゃないのか。そう、あ、違う、当て字ね、当て字、あ、出た、ごめん、この責任持って本当に代表が飲んでくれるから。そっかー、その責任も持ってグイ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 、よし飲ませろ、よし飲ませろ、あとが怖いから、あのね、あとが怖いから、ほんとに最近のアムロの、あの趣味が俺を飲ますことって。そうなんですよ、ほんとにそうなんですか。あの、二人でついてると大体飲まされる。そう、で、その結果、あの、終わってから俺トイレに行ってる。そう、結構リアルね、結構リアル、内部事情が、内部事情がね、結構リアル、出ちゃう出ちゃう。でも本当に飲んでくれるから、普通にちょっかい出したら。そう、全然飲む飲むよ。だってさ、なんかそこでさ、上下関係いらなくないね。いやもう本当に、もしもあったとしたら俺本当に行けないっすね、今代表に何されてるんだろう。うん、多分故障故障50秒間ぐらい。めちゃくちゃ積んでるやん。結構つらいね。故障故障50秒。だったら助かるわマジで。かもしくは故障故障しといて50秒故障故障したら10秒乳首つねりみたいな。ああ、休む暇がないっすね。そうそうそう、優しいわそれは。痛いのか。くすぐ痛いのよ。どっち？どっちがいい？どっちでも。いいっすね。いいかよ。だったらどっちも苦しいからね。殺す、ぶっ飛ばされなくてよかった。普通に明日からもっと頑張る。トーマはどっちがいいの？こしょこしょと、うん、乳首。俺乳首の方がいいっすか。いやいや、ちょっと待って待って待って、政治上出てるの。ちょっと出てるよ。出てる。これ生放送か、やめない。生放送、危ない危ない。完全に生放送、生放送。もうやめてよ、俺ちょっとえぐいからな、普段こういうばっかな話だからな。やっぱでも男なんで、うん、やっぱり俺下ネタ言えないからさ。いや一番言いそうじゃないですか。一番言いそう、外見だけだった。外見だけだったら一番言いそうだけど、本当は違うから、うん、本当はね。あの席についてた俺ずっと黙ってる、うん、それだけは嘘。それだけは嘘、絶対嘘、それだけは嘘、ありえない。
それだけは嘘。嫌だよね、こんな体格でさ、隣でずっと黙られてたらさ、圧迫感半端ないでしょ。試してんのかなみたいな。ああね、ありますよね。そういうことか。あの、なんか、喋ってるか飲んでるかどっちかっていうと、あの、飲んでる方が多いかもしれない。あ、ごめん、正確に言うと飲まされてるのが多い。正確に言うとね、下の子のパワハラ。そうそうそう、そう、いや、アルハラだから。アルハラか、アルハラか。あ、アルハラ。あ、アムハラ。グイ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 、しっかり飲んでくれるから、しっかり。ちょっとあのこの間にあの便器行ってくるんで、タイミングよく締めで。君も今日からラブの一員さ。最強って、おい最強出た出た、マジか。俺の中でも最強だと思ってますから、うん、でも俺がメンヘラ起こしたら最強だよ。いや、まあ、でしょうね。そうなんか、でしょう。一番ヤバそう、太陽がメンヘラだったら。もうただのいいとこなしだから。俺ついていこうか、これなっちゃう。本当に俺どうしよう、大丈夫かね、この店みたいな。入店4日目なのに、本当にここ入って。でもね、俺ね、メンヘラ起こさないんだよね、人前では。一人だと一人になると、水槽の前でずっとしゃがんでる。やばい、そのマジか。ずっと餌あげてるみたいな感じの。そうですね、マジ。でも今エビしかおらんけど。どうすか、エビしか。センスなさすぎる。飼ってる動物が本当に。じゃあ、飼いたいんだよ。今欲しい魚があって、はい、今取り寄せてもらってるんだけど、はい、ちょっと高いんだよね。どんぐらいですか、こんぐらいですか。これぐらい、これぐらい、いや、帰ってこれ。どんだけできんの。すげえ。何か、アロワナとか。じゃあ、これ、アロワナ買いたいんだけど、水槽がさ、これぐらいなの。こんぐらいですか。そう、で、俺の、あの、理想は、その、これぐらいのところにお庭を作ってあげたいのよ。お庭バーって、あの、なんか水草とか、木で作ってあげて、その中に綺麗な、あの、魚を何匹か入れて、一匹一匹に名前を付けようかなと。そう、リシャール君と、ロイバカ君と、まあ、痛いっすね。痛いね。でもその魚たちは全部ゲジなんですよ。俺は本名違うって思ってる。めちゃくちゃ痛いな、もう。ウスグルイ大好きやん。ブラックパールちゃんとか。違う、俺のね、友達ね、飼ってる猫いるんだけど、真っ黒なの。黒猫っすか。そう、黒猫なの。そいつに、あの、普通にブラックって名前をつけてたんだけど、なんでブラックなのって聞いたの。そう、黒でいいんじゃんみたいな感じで言ってたら、はい、いや、なんか黒だとさ、つってシャンパンのなんか黒みたいで、いや、なんか嫌なんだよね、萌え黒とかさ、みたいな。ちょっとぶっ飛ばしていいですか。そう、本当に、良くない萌え黒。萌え黒やばいな。もう、入れてもらったら、もう炭酸抜かないで俺一本ごといくわ、みたいな。マジっすか。うん、いや、もうそれから敬意を払ってでも俺は入れてほしい。痛いよ。そう、なので明日お願いします。いや、本当に明日、明日、明日お願いします。待ってるんで。入店4日目なんで、お客さんいないんで。誰か本当にお願いします。僕もお客さんいないんで。僕もお客さんいないんで。でも結構維持費かかるんでしょ、うん、あ、で、これね、維持費かかるかかるってめっちゃ言われるんだけど、全然かかんないよ、うん、なんかあの、すごい、なんか いいやつになってくると電気代があんまりかからない、あの、ろ過装置とか
があるから、やっぱりあの手入れがかかる。あ、金はかからないけど手入れがかかるから、そう、水草とかあの、ね、ライトつけてれば全然生えてくるし、苔も生えてくるから、そういうのとかをちゃんとやってればあのいいんだけど、ちゃんとやってればっていうか、それが好きなのね。あ、そう、おしゃれするのが好きってことですね。そうそう、切ったりとか、その苔取ったりとか、そうするのが好きだから。そう、あ、俺世話好きなんだろうね、多分ね。座標ってあれですよね、ほんと意外っすよね。僕なんかこわもてというか、なんかすごい男らしい人かなと思ったら、うん、なんかすごいなんか繊細じゃないですか、すごい。俺もそれ思ってます、ね、まあ、なんか褒めとけば後で歌ってくれるかな、うん、ましてや僕ら新人なんかに対しては本当面倒見いいし、一からちゃんと講習もしてくれるし、うん、ね、講習ね、そうやね、大丈夫、あれちゃんと俺講習できてた、俺なんか次から講習できなくなってたから確かに、あ、わかりました、なるほど、ホワイトボード久々に見た、俺久しぶりに俺ホワイトボード使った、本当に、そう、俺だからホワイトボード使って講習するときさ、ちょっと緊張するの、大丈夫かなって言うと、俺ってさ感性でやっちゃうところがあるから、あー、わかる、そう、でも講習するときに俺掃除しながらモップかけしながらさ、ずっと、あ、これ言おうかな、あれ言おうかな、あ、でもこれ言っとかなあかんなみたいな、そう、めちゃくちゃ可愛いめちゃくちゃ可愛い、そのまま床に書いておけばいいじゃないですか、バカ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 、そしたらそこだけ綺麗になっとるやろ、みんなこれ言っといてつってで、うちのお店って本当に珍しいですよね、なんか幹部の方とか、しかもましてはオーナーとかが一緒に掃除してくれるあたり、そうで俺そこに惚れて、なんだろう、人望というか、そこがすごいいいなと思って入店したんですよね、普通に、うん、なんかね、これね、もうみんなで話し合ったんだけど、幹部みんなで話し合って、そのオーナーはじめその幹部陣も掃除をしようって、うん、でそしたらあの掃除の時間ってみんなだれるじゃん、ますね、そう だから食べるから、あのみんなでちょっと喋りながらね、あのなんか深めようぜみたいな、そう、普通に飲み行ったりとかもするのもあれだけど、掃除しながらちょっとなんか喋ろうみたいな、あバカ話でしたら、そっちの方がさ、なんか嫌な掃除じゃないじゃん、まあ、楽しくできますよね、そうそうそう、さらに綺麗になるし、うん、手動かせれば、そう、2人は掃除当番って言うけど、俺もね、俺もやってるから、いやいや、みんな掃除してる、なんだったら俺多分毎日モップかけしてるもん多分一番サボってんの俺らなんで、ね、幹部の人たちがやりすぎちゃって、俺ら普通に喋ってる、そう、うん、だってオーナーとか代表がトイレ掃除するからね、うん、ガンダム、カンダム、あーあーあーね、ちゃんと掃除、いや俺は掃除大嫌いだから、そう、うん、本当に、じゃあ明日俺が一生懸命掃除する、幹部がやりすぎる、本当やりすぎ、いい意味でね、でも悪い意味で多分優しすぎるんだろうね、なんかもう俺らパッパパッパやなんかパッパパッパやっちゃうので、バーってやってバーって終わってね、ちょっとなんかご飯ね食べれればいいやと思ってるけど、やっぱ交渉もやんなきゃいけないしみたいな、いやマジで本当そう、ラブは本当にいいお店だ、本当間違いない、間違いない、間違いない、本当にいいお店だから、じゃあ最後に飲んでもらいましょう、本当に、はい、おめえらも飲めぐい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 、よし来い、ぐいぐい、そう、でもね、あのなんだろう、幹部だけがそう、だってもうリニューアルだからさ、今、まあ、あの、もともとあるお店だったら幹部は多分もう掃除ができない、しないじゃなくてできない、うん、まずあの、ミーティングとかもあるし、他のやってることも結構もろもろあるから、そう、そんな時間がないんだよね、うん、だけど、あの、もう普通にあのみんなと同じ時間に来てさ、みんなとやってればさ、その子たちの気持ちも分かるわけじゃん、うん、そう、めっちゃ俺真面目な話してる、俺初めてだと思うよ、 この番組やって、うん、まともなこと言ってるの概要がまともなこと言ってるからね、そう、今日はみんな見た方がいい、今日だけでもね、これね、あの女の子に分かってほしいんだけど、そのなんか幹部ってか、その上司にさせたらダメでしょって、それはもちろんだよ、もちろんもちろんなんだけど、あのもう俺らもやっとかないと、じゃあ例えばだよ、じゃあのホストクラブってさ、その売上の掃除組とかっていうのはあるけど、じゃあその掃除組の子たちが全員お客様呼んだらどうするって、ああ、確かにそうですね、みんな同等っすよね、そう、そしたらもうじゃあ幹部が掃除するしかないでしょみたいな、あだったら俺らも掃除をじゃあ何をすればいいかっていうのを分かっとかなきゃいけないし、じゃあ俺らがやってないと、そのどこが汚いかも分かんないわけ、いやここ汚ねえだろうって言ったら、じゃあそのなんか下の子たちは、いや教えられてないんでで終わっちゃうじゃん、そう、確かにそうですね、だからそれをやめたいから、じゃあグランドオープンするまでね、
はあのみんなであのしっかりあのここを掃除するんだよっていうのをみんなで把握しようみたいな。そしたらあの下にね、あの教えれるから、下っていうかもうジュニアの子たちに、そう新しい子たちに教えられるから、じゃあそうしようぜっていうことで俺らも掃除をしています。でも俺の場合はただ単にモップ掛けが好きだからやってるんだけど、いじめられっ子じゃなかったわけじゃないでしょ。掃除大好きみたいな感じで言ってるけど、 TWICE の歌流してそう一人で盛り上がってリズムに合わせてなんかモップ掛けするんだよね。痛いでしょ本当に。リズム縄跳びじゃないんで、リズムモップなんだよ。そう、俺らもね、じゃあ俺の中で今 TWICE 好きなの。俺知ってました、めっちゃトワイス好きで。あ、マジで。入店初日にオーナーと二人かなんかで、うん、あのおしぼり巻いてた時の話俺めっちゃ混ざりたいけど俺入店初日だからあんま喋れねえなと思って。おいおい、初対面じゃねえんだよ。オーナーいたから、オーナーいたからなんか代表はいいんですけど、オーナーがいたからなんかあんまりなんか出しゃばれないなと思って。え、でもトーマも知ってるんだけど、リョーデもさ、俺ずっとトワイス流してんの。トーマ流してる、本当に流してる。めちゃくちゃ痛いやつよ。なんかめちゃくちゃ痛いな。マジで俺、この子可愛いなって思う子、2人いんの。誰ですか、日本人ですか。いやいやいや、違う、言わない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 んかい。それ言っちゃったら俺のタイプバレるじゃん。あ、確かに。あ、そっか。俺は謎めいたそのミステリアスな優しい男の子でいたいから、いや子じゃねえや、男性でいたいから。男性じゃないっす、男の子、うん、男子っすもん、男子、うん、下の子は、あ、これね、これちょっとお前らよく聞いとけよ。下の子はやってくれるから黙えずって、もうこれそのまんまだよ。でもそれは、うん、あの後輩ができた時に同じこと言えるからね。はい、そう。いや、そんな真剣になんなよ。そんな真剣になる。いやー、そのリスナーさんにいいこと言う、代表いいこと言うわ。言うわ、本当に言うわ。言うわって褒めとけば後でラーメン送ってくれるから。そうだね、もう、 うちのお店ほんとちょろいから、うん、後であの、あの、煮卵つけていいからね。優しいサイドメニューちゃんとつけてくれるんだね。完全にほんと褒めよっか。ほんとにほんと簡単、ちょろいな。ちょろいよ、普通に。あ、ツワイスの誰が好きなの。あのね、さっきあの名前を伏せたんだけど、俺名前を知らないんだよね。知らないんですか。そう、あ、知らないですね。顔見て、この可愛い。そう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 、俺ジョンよ、ジョンよ。しかも、ダンスが可愛いの。あの、あ、分かります。なんか TT だっけ。はい、そう、これあれめっちゃ可愛くて、お願いだからもう誰か踊ってって思うの俺。多分それ踊ってる子いたら多分俺好きになる可能性ある。じゃあ俺、明日まで覚えてきます。うん、大丈夫大丈夫。いやいや、あの女性限定。女性限定。いやいや、俺掃除先生踊ってますかって。もうその瞬間、その瞬間お前が、掃除せずにそれを踊ってたら俺ら二人からモップ飛ぶから。キャーみたいになって。俺ツバかけるやめやめ、ごめんなさい、やります。そっする。あ、今度踊りに行こうかな。あ、ぜひ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 。じゃあ踊ってくれたら、あの鍛錬ワンセットをサービスします。俺シャンパンおごってあげるから。シャンパンおごってあげる。やっべえ、もう10秒前出た、早いね。はい、初めて俺出たんですけど、マジ早いですね。早いでしょ、30分ビビったっすわ、もうあっという間。なので、あの、うちもね、あの新人続々来てるんで、あの初回大歓迎なんで、ぜひぜひうちに来てくださいね。バイバイ。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。サプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てね。